なんかやっぱり電車の中で会うすごくおしゃれな人とかってすごい気になっちゃって、ちょっとここで言うのもあれなんですけど、ちょっと追っかけたりする。これみんな好きかなとかで考えたりしないで、自分したい表現をもうやってる人なのかなっていう印象を受けたんですけど、そんな感じなんですか？確かにしたいことはやってるっていう感じですね。でもなんか表現としては、まあ結構、なんだろう。まあ確かになんかこう、これが売れるだろうみたいな気持ちでこう、しめしめみたいな感じで書いてることあんまりないんですけど、なんかこう、多分自分が見てるもの、普段見てるものが、多分商業的に考えてる人とかの絵も、すごく私は面白いって思ってるから、それが自然に自分にも出ていくみたいな感じで、なんかだから結構私の絵って、なんか見る人によってはすごいタッチが結構変わるなみたいな風に思われてたり、それこそその、まあ、エッセイみたいな描いてるラフっぽいイラストのファッションの絵から、まあ、今はその野呂さんが着てる T シャツのなんか太い線の結構シンプルになった犬のイラストとか、なんか他にも結構タッチが割と変わっていくから、どちらかというとなんかやっぱ自分って結構デザイナーなんだなっていうふうになんか思うなるほな、なんどかそのね。タッチを変えられるみたいな。で、なんかそれは別になんか意図的にこういうの描いてみたいって思ってそれで描いてるから結構変わってたりするんですけど、でもなんかこの一回なんかこうアートギャラリー、いわゆるちょっと現代アートとかを若干、なんで若干というか現代アートとかを飾ってるようなアートギャラリーの方になんかポートフォリオを見ていただく機会があって、なんかそれはその現代アーティストとしてやってる元々の大学の先生が紹介してくれたっていう経緯で、なんか一回そういうところに見せてもらったみたいな、そのなんかアートも、なんかその先生がアートも、なんだろう、いわゆる会社って入ってたら年が取っていけば昇給する、昇給していくじゃないですか、給料が上がってって、こう位が上がってってみたいな感じで、フリーランスで現代アートとしてやってたとしても、なんかこう給料を上げていかなきゃいけない、でそのためには作品の値を上げていかなきゃいけない、それってクリエイターでフリーランスやってたとしてもその作品の値を上げていかなきゃいけなくて、なんかそれを自分でやっていくっていうよりは結構そのアートキュレーターさんと一緒にやってたり、このギャラリーで飾るとやっぱ売れるとかあるんですよ、なんかその場所とかも。でそういうのを自分ちゃんと考えていった方がいいみたいな、なんかこう言われて、なんかあんまそういうの考えたことねえわって思って、なんか そのギャラリーの方に見ていろんな作品とか、それこそ音楽とかも全部見せてた時になんか言われたのが、結構エリーさんってなんかまあ賢い人っていうか、なんかこう器用で、なんか今の流行りとか全部理解してて、なんかそれにすごくちゃんと合わせてるっていう、なんかこう例えば1個作品集出すにしても、こういう印刷の仕方とか、こういう本のなんかこう製本の仕方とかをすごく気が利いて、なんか今刺さるっていうデザインを全部取り入れてる。だからそれってすごいことだなと思う反面、なんかアートとしては、なんかこう、もう一個に決めてった方がいいみたいな、その、もうこの、その犬しか描きません、私これからみたいな。でも、犬だけやっていくっていうことにして、犬の人みたいな感じで認知を上げて、その価格をどんどん上げていくっていう。だからいろいろ器用にコロコロ変えてっちゃ、なんかその、価値が上がらないよみたいな、その、作品としての価値が上げづらいみたいなことを言ってて、あ、なるほどと、なんかそういう考えもあるのかと思って、そう思うと自分ってもうチャラ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 あっち行ったりこっち行ったりなんか してるし、なんかラジオでは、なんかね、格がないですよ、私とりあえず。格って感じのものじゃないじゃないですか、なんかこう。エンタメなんですよね、結局。で、なんかこう、確かになってすごく思って、まあなんかこう、いい意見というかフィードバックをもらったなと思いつつも、じゃあ自分がそう、それをできるかみたいな、なんかそのお花の絵だけ描くとか、なんかそうドットだけ描くとか、なんかそういうことが自分が、それってすごくなんか信じるものとか、なんか強い自分、確固たる自分だとか、まあ、社会に対してのこれ、物申すみたいなものが、やっぱあるぐらいのものじゃないとできないことだなと思って、自分はなんかこう、あっち行ったりこっち行ったりして、本当ピンタレスト見てキャーとか思ってる かわいいとか思ってるぐらいの 人間なんで、なんか多分できないことだなと思って、多分自分はそういうふうにアートギャラリーとかで現代アートとか、なんかこう一個の絵がものすごく値が上がっていくみたいなことになってくっていうところじゃないのかもみたいな、自分が目指すとか、どっちかっていうと私なんだろうなと思って、なんかどっちかというと三浦純みたいな、
人間がコンテンツみたいな、なんか感じのところかもしれないみたいな、どっちかというと準備裏の方向に寄せていく方がいいのかなって思ったのが、まあ、3、4年前みたいな、うん、いやもうそれは間違いないんじゃないですかね、今の活動を見てると、うん、ここ多分見てる今のギャラリーの人と今エリーさんがやろうとしてることで、うん、僕一番多分違うところで言うと、誰に向けてやるのかってところが違うのかなと思ったんですよ、うん、まあ、僕もアートの、今ギャラリーがやってるアートとエリーさん多分エンタメの方カルチャーの方やりたいみたいなところだと思うんですけど、うん、まあ、こっち側って結局買う人って富裕層というか、うん、お金持ちの人たちにどうその価値を訴えて買ってもらうかっていう世界と、うん、こっちは結構庶民というか大衆というか、うん、本当エリーさんみたいな身の回りのこと見て楽しいと思う人たちに向けて表現をするっていう、うん、そこの多分見てる先が違うんだろうなっていうふうに思って、まあ、エリーさん本当多分エンタメの方が自分に合ってんだろうなって聞いてて思いましたね。そうですね。でなんか多分そこをさらになんかこう多分そっちが自分が合ってるんだろうなっていう自己分析としてやるっていうことと、それがやりたいでやるってことってなんかちょっと似てるようで違かったりするじゃない、うん、なんかそこを私はなんかまあ一個自分がアート的な部分があるとすれば、なんかそこを多分なんか自分のファン層をすごく分析して、何十代女性が多いから、なんかじゃあその子にとその子たちにとっての買いやすいものとか、なんかこう手が届くものだったりとか受けるものって、まあなんか自分でもなんとなく別にわかるけど、なんかそうやって作りたくないなとは一個思ってたりするというか、なんかちょっとまあファンを置いてけぼりにしていきたいみたいな、なんかこれ言ってる時点でちょっとダサいんですけど、ファンを置いてけぼりにしてやって何かをいろいろやってるけど、なんかその私が見てるものとか、これがかっこいいでしょってものがなんか不思議だけど、そこが刺激的と思ってなんか見てくれるっていうのが一番理想の、ね、私とファンの理想の関係性みたいなこう、はいはいはい、なところはあれ、なんかそっち合わせでこう下から下からというか、うん、行くって、それはただのお店というか、まあ、資本主義のお店というかって感じがするんですけど、なんかそれよりはなんかこう私が面白いなって思ってるものとかをなんかちょっとよ、それが例えばそういうアートとか、ちょっと人にとってはまあ、若干分かりづらいとか若干不快なものだったりするみたいなところを、まあ、私がこう私なりの解釈で出すってことが、なんかこういい架け橋みたいな、はいはい、はい、いろんな私が見てるものの架け橋役としての表現があるのかなみたいなふうにちょっと思ってる。なるほどね、はい、僕もちょっとねそこは今聞いててすごい勉強になるなって思ったんですけど、こう自分がいいでしょこれっていうものをみんなに見せてついてこさせるっていう、うんうん、これってなかなか勇気いるなと思ってまして、うん、みんないいっていうか分かんないじゃないですか。あ、そうですね。でもそれをさっきのインスタで自分が音楽上げたらフォロワー減ったとか、うん、そういうこう否定する人も出てくるっていうか、うんうん、そこをやりきって今突っ走ってるっていうのはちょっと かっこいいなと思っちゃいました、ね、今。確かにアートですね。あ、ちょっとかっこいいな。なんかまあ確かに自分も別にそんな自分がこうアーティスティックな人間ってあんまり特に思ってないんですけど、普段は。まあでもなんかそういうところが、なんかまあ自分の強みというか、まあ、なんかずっとやり続けなきゃいけないことの、なんかよくわかんない使命感みたいなものがずっとあるなとは思います、うん。結構ロックな感じなんですね、思想が。確かに。あ、あまり違いわかんないですけど、多分その辺です。いいんじゃない。ただそのさっきフォロワー減ったとかって話もありましたけど、逆に言うとそうやってついてきてくれる人が残ってるって意味で言うと、すごくね、うん、いい関係ですよね。あ、そうですね。なんかまあそういうなんかでもフォロワーとかってなんか結局 SNS って、まあ、大事だと思いますけど、結局数字っていうか多分、うんうん、みたいな部分で、まあそこまで気にしてない、気にしてるようで気にしてないっていうか、まあなんかこうお守りみたいなもんみたいな感じで見てて、でもやっぱどうしてもフォロワーが多い方がなんか例えば仕事を得るにしても、じゃあ私となんかいろんなイラストレーターさん比べてとか、特になんかどうしてもやっぱ数字ってなんかまあじゃあどっちでもいい、でもフォロワー多いからこっちしようかみたいな部分に結局なってきちゃうっていうのは、まあ自分も選ぶ側だったらそういう気持ちもある節があるから、別にそこに対してなんかこう
歯向かう気持ちはないので、フォロワーを得ていくことっていうのも大事だなというふうには思ってるんですけど、まあ、それをフォロワーのあの数字ってよりもやっぱりそこで出会える人が、え、こんな人がフォローしたのみたいな時に、たまに展示会とか、なんかイベントとか音楽のイベントでなんかすごい面白い人がフォローしてくれたりとか、なんか話しかけてすごい喋ったことがすごい面白かったとか、まあ、なんかそのラジオのあの話が実は本当は共感できててみたいなことが、なんかこうイベントで言ってもらったりすると、はい、あ、なんか本当にやっててよかったなってなったりとか、こういうつながりがあるって思うと、なんかやっぱああいう SNS だとかフォロワーだとかをなんか大切にしていきたいなみたいな、そこで得られた出会いみたいな。なるほどね。エリーさん、さっきの三浦淳につながると思うんですけど、エリーさんだからいいみたいな人がこう積み重なって増えていったら、うん、僕ね、全然生成 AI とか流行ってますけど、全然負けないと思うんですよね。いや、AI は私は一番負けないですよ。なんか、無理無理、私のパクリとか絶対。いや、本当そうですよね。無理無理、うん。逆に言うと、その誰でも描ける絵というか、そのもう言われたものを描いてますってイラストレーターさんは正直きつくなる可能性あるなと思ってるんですけど、うん、どんだけ自分をこう表現して自分しか描けないとかできない活動をしてるとかっていうのは、逆にこれから価値上がるんじゃないかと思うんですよ、うん、そうですね。なんか、うん、確かに AI のなんかこういろいろ AI がいろいろ作るみたいなこととかって確かに結構なんかクリエイターとか、まあ、そう別に絵だけじゃなくていろんな文章を書く人だとか、まあ、音楽作る人もみんなその脅威になり得てると思うんですけど、なんか結局でもまあ AI が仕上げてくれたものに対して、でもそれこれっていいよねとか、この線は響くよねみたいな、その目ってどうしてもやっぱ人間が見るものではあるから、なんかみんながいいよねと思う絵を描きなさいみたいな風に絵を描けるかもしれないんですけど、それをなんか気持ちいいよねとかって判断するのって、まあ、それって個々のあれですけど、その気持ちいいよねとかこの線気持ちいいよねっていうことがより分かる感度の人って、やっぱなんかちっちゃい頃から絵を描いたとかそういうのが好きだったとか、そういうのは結局判断するところは人間だから、はいはい、なんか別になんかあんまりそこまで気にしなくて気にしなくていいというか、なんか別に AI にじゃあ仕事を奪われるからなんか絵描きになるのなんて将来もうダメだみたいな風にそんなことって全く思わなくていいなって思ってますね、うん、そうっすよね。いや本当そうっすね。 AI は本当いろんなこう場面で変えていくことは多いと思うんですけど、やっぱり僕は人は人にしか興味がないというか、この人が書いたとかそのバックグラウンドも含めて見ていく人増えていくんじゃないかなって思うときに、エリーさんの活動なんかこれからめっちゃ効いてきそうだなって気がしますね。そうですね。なんか結構、まあ、作品集とか絵とか買ってくれる人とかも、まあ、なんかその絵が好きだから買ってくれるっていう風にな人もいると思うんですけど、なんかそのエリーさんが描いてるからっていうなんかまあその私の若干人生というかその経緯を込みで買ってくれてるんだなっていうのはすごく自分も分かるなと思って、特にそういう展示とかでこれ買いましたって言ってくれる人とかはなんか多分そういう単純に可愛い絵だからっていうよりはそこを含めて買ってくれてるんだなってことが分かってなんかすごいやっぱそれってどうしてもなんか難しい機会が出すことは難しいなって。それで言うとエリーさん自体はその物語を作ろうとかあんま思わないんですか？いや作りたいんですけどね、なんかこうやっぱいろいろやっていく中でやりたいことの、うん、まあ、なんか一個に漫画が来たりとかもあやっぱあるんだ。やっぱあるんですけど、なんかなかなかいろんな上の詰まってる人たちやりたいことに比べるとなんかこう下の方に来てしまってすごくやりたいんですけど、なんでなんか本当に、まあ、作品集とかにはちっちゃいショート漫画みたいなのは結構入れてたりとかして、エリーさん話を書き切るって思うんだけどな、だってあの話おもろいじゃないですか、もうネタいっぱいあるし。あ、そうですね、まあ、最長32コマぐらいで今止まってるんでなんかこうなんかどこ行けばいいのか分からない、続くで全部終わる漫画みたいなのがいっぱいあるんですけど。なるほど、確かにあのこっちとかね、小天気とかないみたいな。でもなんか4コマとかも好きです私結構。サザエさんとかすごく私好きで、なんかサザエさん の, あのアニメじゃなくて漫画でなんか祖父母の家に結構いっぱいあったんで読んでたんですけどあのサザエさんの4コマって本当にすごくて、なんかあのよくあの中学校の時に、うん、なんか受験勉強する時になんかもう疲れたってサザエさんにもみたいになってよくやってたのが4コマ目を手で隠す
って、あ、はいはい、で1コマ2コマ3コマって読んで、もうカツオとなんかワカメちゃんと出てなんか会話してて、4コマ目をどういうオチになるかって想像するっていう遊びをやってて、すごいな、絶対に当たらないんですよそれが。なんかこれなんかあんな日常のこと でこんな3コマしかなく、次これだと思ったらみたいな、なんかカツオいなくなるんだみたいな感じのこととかすごく予想外のことで、なんかこうあんなその超大衆的国民、まあ、アニメの方は特にそうだし、なんかで漫画とか見ててもやっぱなんか絶対に当てられない4コマ目を書いているっていうのが、すげえ、4コマそれさなんて楽勝じゃねとかちょっと思ってる自分がいて、とかそんなことより受験勉強しろって感じなんですけど、なんかでも当たらない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 っていうのをすごい中3の時やってて、なんかでも結構4コマとかショート漫画好きなので読むのも好きなんで、いや見たいなそれ、うん、僕は4コマ勉強してるんでちょっとサザエさん見てみようで、あ見てください、漫画すごい面白いですよ、結構みんな毒がかなりあるね、毒ありますよ、うんうん、っていうか本当中3とかでこう、うん、4コマ目隠して考えるっていうその発想マジでやばいと思いますよ。いやたまたまそこに腕があったんですよね。腕があってどうしてもって、この腕をどかすよりも一回考えようみたいな。で普通考えないですもん。僕とかだったらもう普通にあ 読むだけじゃないですか、普通の発想だと。やっぱそこを自分で考えるってやっぱいい育ち方してるわと思いました。なるほどね。なんかちょっと思ったのが、さっきの絵描きさんって絵を描くのが好きっていう人ももちろんいるし、うん、絵の中にストーリー入れる人も好きっていう人もいるし、うん、結構いろんなパターンいるのかなと思うんですけど、うん、エリーさんはどっちかというと どういう発想で絵描くんですか、その自分で描いてる時の作品って。でもやっぱりなんか好きなもの、好きっていうか、なんかこう、多分なんか結構ときめきセンサーみたいなのが割と敏感なのかな。その周りを羨ましいみたいなものとかも、やっぱ、なんかこう、その人の中の面白いところを発見するのが結構早いというか、なんかよく、なんか、あ、この人のここっていいなとかすごい思ったりとか、この人のここって性格悪いけどなんでなんだろうとか考えたりするのも好きだったり、それが、まあ、結構憧れもすごく多くて、あの子ってなんであんな可愛いんだろうとか、素敵だよなとか、まあ、街の中で、それこそファッションのエッセイ書いてた時とかは、なんかやっぱり電車の中で会うすごくおしゃれな人とかってすごい気になっちゃって、なんかちょっとここで言うのもあれなんですけど、ちょっと追っかけたりするなんか私この駅で降りないけどあんたが降りたらみたいな感じで、なんかしばらく追っかけたりとかして、で観察してみたいな、どこ行くかなみたいな、さすがに1時間とか追っかけないんですけど、10分くらいちょっと後ついてってみたいなとか気持ち悪いですね。なんかそれで見たりとかするぐらい、なんかこうなんか憧れみたいなものがやっぱいっぱい あって、それをなんかまあなんかこうペンで描こうみたいな風に、なんか写真、それって多分カメラマンだったら写真撮っていいですかに多分変わるのかなとか思ってたりとか、はい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 、スナップ撮らせてくださいとかみたいなところを、ちょっと私はコミュニケーション能力不足ですそれはちょっとでき声はかけられないみたいな、さすがにねなんかペンで残そうとか、見た夢が面白かったから、あじゃあそれ漫画で描こうとか、なんかそうしていくと、なんかまあ面白いのがなんか写真以上のものが出来上がってしまうみたいな、そこでその現実でいいなとか思ったものとか良かったなって作品を見て、なんかそれを自分の脳内通して、まあ、絵を描いて表すと、なんか その人がすごく美しかったなら写真撮ってそれを眺めればいいけど、なんかそれを自分なりに美しかったところって、なんか多分その中でも自分の中の無意識になんか その唇が可愛かったとか、なんかこう服のテイスト、なんか素材が良かったとか多分あると思うんですよ。だからそこが多分誇張されて絵に出るから、なんか現実以上のものがなんか絵には浮き上がる。確かに。だからそこがすごく面白いなと思ってて、まあその非現実も全部落とし込めるわけなんで、なんかそれが多分面白くて、多分ずっとそうやって憧れがあって絵を絵に描いて、それがさらにもう自分にとって愛着のあるものでみたいな風な流れでずっとやってるみたいな。なるほどね。いや、それ結構今やられてることってすごいなと思うんですけど、僕、うん、そもそも他人に興味ないんですよ。ああ。なんかこう、自分、
自分のやりたいことばっか考えたりとかしてたりとか、うんうん、電車とかでスマホずっと見てたりとか、うんうん、それこそここ最近自分でなんかアウトプットしようって思い始めてから周り見るようになったぐらいなんですけど、うんうん、それをなんかもう全然違うレベルでやられてる感じなんで確かに、でもなんかこうみんなに対してではないんですけど、私も結構なんか人に興味出せそうにすんなとか言われたりするんですよ、私も。けどなんか興味ある人に対してのロックオンが怖いっていう、ね、なんでおしゃれなの、なんでみたいな感じですごく気になる人に対して、なんかすごく入り込んでしまったな、まあ、人じゃなくて物とかもそう。エリーさんの日常をちょっとエッセイ漫画にするだけでも面白そうですけど。あ、確かに。でもだから多分オタク気質なんですよ、多分。あ、そうそうでしょうね、オタクですね。だから本当に私なんか推しいないんですけど、はい、アイドル、あ、推しとか、 なんか推し活とかしてなくて、はいはい、例えばそれこそ別にアニメの推し活とかもしてなくて、多分やったらやばいと思うんですよ、なんか自分が本当になんかこう人生を全て注いでしまうぐらいの多分才能があるんですよ、多分その格になる、だからあんまりなんかアイドルも見ないし、なるほど、なんかあんまりこう、あ、なんかこうハマりそうなキャラクター性の強い漫画とかもこうちょっとこう重い気持ちでこうよし行くぞみたいな自分を保ちながら見るぞみたいな感じで、でも配球めっちゃハマったみたいな感じでなるほどね、いや面白いな、そのエネルギーを制作の方にこうちょっとこうやってる、はいはいはい、いやなんか、いやめっちゃおもろい、あのいろんな活動されてますけど、うん、最終的には三浦純になれたらゴールなんですかね。なんかまあ三浦純さんに憧れというか、いいなって思うのは、やっぱ彼がコンテンツになってるというか、うん、なんかもう彼が面白いみたいな風になってて、なんかもう面白い人間になりたいみたいな、まあまあ、一言で言うとみたいなところは あると、なんかそれって別になんかどんだけ年取っても多分面白い人ってなんかやっぱ生きててほしいと思うじゃないですか、なんかずっと。そうっすね。なんかそう思われたいみたいな、いいな。ところはあるのかもしれない。じゃあもう最終ゴールは面白い人になるってことなんですね。そう、そんな気がします。だからなんか、まあ、常に自分がやっぱ一番大切にしてることをする、なんか、まあ、絵でも音楽でもって、なんか自分が自分にずっと飽きないみたいな状態で、なんか自分が自分で自分ってつまんない人気だなって思ったら多分結構ダメだなって思って、自分がずっと面白い状態でいなきゃいけないみたいな、僕はすごく思ってて、だからなんかよく海外でライブとかしたりとか最近してるんですけど、それとかも正直めんどくさくて、なんか海外とかなんかお金もかかるし、なんか円安だし荷物も重いのに、なんであんなトランジットで足もお尻も痛いしみたいな、もう絶対でもやった方がその先で絶対面白いことが起きるし、それやってる自分はやっぱ客観するとめっちゃおもろいやんみたいな風になって今行くみたいな、結局その面白いかどうかみたいな自分の行動がみたいなところは結構重視してるので、なんか別に音楽じゃなくても展示とかって結構あんまりそんな展示やらない作家さんとかもいると思うんですけど、展示ってなんか労力もすごくかかるし準備も大変だし送料とか、なんか結局お金めちゃくちゃかかって、ですごくまあ絵が めちゃくちゃ絵が売れるとかでなければ、まあ、なんかトントンなのか、ね、ちょっとマイナスじゃねみたいなぐらいで終わったりとかする、じゃあ何だったんだこの時間みたいな風に思っちゃうとこもあると思うんですけど、自分もちょっとそういう風に思いながらいろいろポップアップとか展示とかやってる節もあって、でもなんかやってる方が私面白いかなみたいな風に思って、結局そこの最終判断はなんかそれをやってる自分がおもろいかおもろくないかみたいなところだけしてしかあんまり考えてないって感じです。なんか純利益みたいな、そのじゃあこれがどれぐらいのプロモーション効果があるのかみたいな、はいはいはい、なんか展示とかがっていうのも多少なりと考えるんですけど、なんか、うん、わかんねえしみたいな、なんかそんなことやっても結局おもろいかどうかだよなみたいな、なんか風になるっていうか、それで展示来てくれた久しぶりの友達とか話せて楽しいみたいなところだけでも、うん、いいやみたいな感じで。なるほど、すげえパンチライン出ましたね。かっこよ。こんなにロックな自分だったとは。いやー、僕も今勇気もらいましたもん、なんか。本当ですか。じゃあちょっとだいぶ長々話聞きつつ、最後にいい話聞けたんで、こういうとここで。ありがとうございます。かなと思います。なんか聞くことはもう無限に聞けちゃうんで、またちょっと第2回ぜひお願いします。いや、こちらこそ、また呼んでください。はい。
はい、ぜひぜひ。じゃあ今日はありがとうございました。エリーさんでした。はい、エリーでした。ありがとうございました。また。